本日より25日まで務めさせていただきます劇団富士、富士仙太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。この脈感がどこへ行っても三拍感と間違えられないような立派な劇場作りをですね、スタッフのみんなと、そしてまた劇団の方々と力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、どうかこの脈感応援してください。中井俊人様よりご挨拶です。本日は本町脈感こけら落とし公演にお越しいただきありがとうございます。明石といえば以前よりタイ、タコ、卵焼きの3つの T で知られておりますが、今回は楽しんでいただける大衆演劇の T を付け加えて、夢と希望をお届けする魅力ある明石の新名所となりますよう3本締めてまいります。それではお手拝借よー。公演を終えてですね、でもすごく楽しかったです。いいですね。こけら落としをしたのが初めてなんです。座長になって10年間なんですけど、その間で1回もなかったの で今回この未白館さんで初めてこけら落としをさせていただいたんですけど、もう本当にすごく楽しかったし、もうさせていただいたことを公演に思います。は自分なりなんですけど、すごく良かったと、温かく迎えてもらっていただいたかなと思います。3年ぶりぐらいですかね。間違いないです間違いない。めっちゃ盛り上げてくれるし、まずはもう楽しい舞台を笑って帰ってもらうことを一番にちょっと考えて今月はやりたいなと、この時にいろいろと出し物も考えてるんで、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。抱負、今まで通り継続は力なりで、来年も今年同様、まあそれ以上にですね、頑張ります。本町未白館、12月1日よりこけら落としをいたしました。本当にすごく立派な劇場で、スタッフの皆さん、そして、この本町商店街の皆さん、すごくいい方ばかりなので、ぜひ、遊びに来ていただきたいと思いますので、本町商店街、未白館、どうぞよろしくお願いいたします。待ってます。親分さんと一緒になることができないでしょ。殺せってことは、ごめんなさい、誰かいませんか。今ばかりですか。どうも。この子が朝からずっと泣いているんだよ。少しで構わないから父を伸ばしてやっておくれな。できないと言ってるじゃないか。何でもよ、この先にある目指し地蔵ってところに、何でも三四二十一日の願をかけるら、21日目にその願がかなって治らねえと言われてる目が治るという、そういう噂なんだよ。本当でございますか。そうですね、まあ、まだ分かりませんけども、気に入っていただけるように頑張りたいと思います。やってみたいこと、この劇場も新しいんですけども、劇団富士山で1ヶ月お世話になっているっていうので、また今までとは違う新しいことにもちょっと挑戦させていただけたら嬉しいかなと思います。
できたばっかりの本町みやく館でございますけども、皆さんの手で温かく末永くよろしくお願いいたします。ありがとうございました。もうすごい楽しかったです。今日1日もう緊張もして、でも失敗もちょっとありましたけど、もう本当に楽しい1ヶ月になりそうです。はい、やってみたいこと、いや、やっぱり何でもやってみたいですね。はい、大雑把でしょ。いや、やっぱ何でもやってみたいですね。やっぱり今日もお昼やって夜もやって、初めて見に来たよって、最初に初めて見てっていうお客さんもちらっといたんで、やっぱりそういう初めて見に来てもらって、もういいかなって思われるんじゃなくて、また来たい、次今度どんなことやるんだろうという思われるようなことをどんどんやっていきたいですね。頑張ります。イエイ。結構いいと思います。やってみたいこと、広いところでしかできないようなことをしてみたいです。とにかく笑顔で帰れて、また来たいと思えるような舞台を提供したいと思います。まだまだピチピチの藤井龍斗16歳です。頑張りますので応援お願いします。待ってます。とても可愛がってくれます。とにかくいろんなお芝居をたくさんしてみたいです。誰でも楽しめるように、明るい曲とかを、なんかこう知ってる、皆さんが知ってる曲なんかを選んで歌いたいなと思います。劇団富士200巻で頑張ってます。ぜひ一度見に来てください。待ってます。良かったと思います。今までやったことないことをたくさん挑戦してみたいですね。そうですね、これからまたもっと足をこう運んでくださるように頑張りたいなと思います。またお願いします。俺に逆らうてめえなら勘弁ならねえや。キャジー、何ですか。相手してやるからかかってやる。We'll be right back.
かけは大学の先生から面白い仕事ないんやあるんやけど興味ないって言われて、まだざっくりとした話しか聞いてなかったんですけど、でも面白いんやったら話聞こうと思って、で話聞きに行ったんですけど、最初は支配人じゃなくって劇場の小道具作る人とか興味ないかって言われて、ありますって言って入って、で次もうちょっと詳しく話聞こうっていうことになって、聞いたら次は劇場のスタッフもしてほしいっていう話になって、あ、はい、わかりましたって言って、NPO 法人ダッシュ明石さんとかのもとに行って、もう一回詳しく話を聞いたら、次は見習い支配人とかやってみないっていう話になって、もう抜け出せないところに来たので面白いし楽しいし絶対やりがいあるのは間違いなかったし、で大衆演劇を自分も先に見させてもらってて、ちょっとカルチャーショックみたいなものを受けて新しい世界に飛び込んでみようかなと思って、でここに今勤めさせていただくことになりました。出会いがその話をいただいてから、次ちょっと面接とかしてみようかってなった時に、何も知らずに行くっていうのはさすがにちょっと失礼すぎるなと思ったんで、ちょっと調べたんですよ。そしたら地元に氷川劇場があるってことを知ったので、結局初めて見たのは今年の5月か6月ですね。氷川劇場で初めて1回とりあえず見て、そこからのめり込んでいきました。印象はもっと早く知っておきたかったです。なんで今まで舞台とかミュージカルは割と見てる方やったんですけど、大衆演劇っていうもの自体にやっぱちょっと偏見みたいなのがあって、あんまり若い人がやっぱ見に行かないとか、難しすぎて自分には分からんのんちゃうかなって思って見に行ったんですけど、そしたら思ってたよりこう分かりやすい演劇やってくださって、で曲もやっぱり演歌とか多いんですけど、結構アップテンポの曲とかもたくさんあったんで、自分も一緒に楽しめて、実は最初はちょっと控えめに手拍子しかできなくって、役者さんから立ってとか煽られてもちょっとずっと座ってたんですけど、最後には立って一緒に手拍子できるようにまでなってたので、はい、やっぱ楽しかったです。そうですね、地元の人に愛されたいっていうのはもちろんあるんですけど、よそからこっち明石に観光に来たお客様にもぜひちょっとこっち立ち寄っていただいて、地元の人からもよそから遊びに来られたお客様からも愛されるような劇場になっていてほしいなと思ってます。それはやっぱりお客さんと劇場と役者さんっていうのが三位一体で一つのものを作り上げていくっていうのが大衆演劇の醍醐味やと思ってるんで、どれか一つでも欠けないようにちゃんと広い視野を持って、サポートじゃない、広い視野を持ってみんなで一緒に作り上げていくものっていうことを忘れずに入れる支配人になろうと思います。はい、まだ何も分かっていないところがたくさんあるので、来てくださったお客様からも来てくださっている役者さんからもいろいろ学びたいと思っています。なので何か気になる点とかあったら、ぜひ劇場にいるスタッフに声かけていただいて、他にもこういう劇団好きやねんとか、そんな何でもいいので本当にお話していただけたら嬉しく思ってます。よろしくお願いします。